ラナ・コンドルはアメリカ合衆国の女優である。好きだった君へのラブレター三部作で主人公のララジーン・コビーを演じたことで知られる。1997年5月11日、チャン・ドン・ランはベトナムの関東で生まれた。生まれてから数ヶ月ほど、ランは個人院で暮らしていたが、10月6日にコンドル家の養子となった。宣令を受けた後、ランは ラナテレーズ・コンドルに改名した。養父のボブ・コンドルは、ピューリッツァー賞に2回ノミネートされたことのある、ジャーナリストで、ヤフースポーツの副社長を務めたこともあった。一家は今日、シカゴ・ワシントン州のウィドビー島ニューヨークと移していった。子供の頃から、コンドルはバレエを習っていたが、成長するにつれて、ダンスやコメディ、演技の訓練を積むようになった。2015年、 コンドルは、ロサンゼルスのノートルダムアカデミーを卒業し、翌年には、ロヨラメリーマウント大学への入学資格を得た。2016年、コンドルは、X、メン・アポカリプスでジョビリー役に抜擢され、同作が女優としてのデビュー作となった。同年、ピーター・バーグ監督の、パトリオット・デイにも出演を果たした。2018年、コンドルはネットフリックスが配信する映画、好きだった。 君へのラブレターで主人公のララジーン・コビーを演じた。同作のヒットによってコンドルは一躍世界中で名前が知られるようになった。2019年、コンドルは再配のドラマデッドリークラスに出演した。彼女にとってテレビドラマで主役級の役を演じるのは初めてのことであった。その後もコンドルは映画界を中心に順調にキャリアを積み上げている。 ありがとうございます。